はい、おはようございます。もう言っちゃっていいよね。はい、今日もって、はい、夏とします。親のも短パンですからね。相変わらずのジャンボ小学生プリヤ。マジ短パン履きたいのよ。毎年言ってるけど。梅雨晴れもしたんでしょ。梅雨明けです、ね、来るなこの暑さ。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。夜はさ、車道やんか、商店街。原付であそこ通るんだけど、おじさんがさ、酔っ払った。てめえ、どこ走ってんだよって言われるんだよね。どうにかならんかな。そこはでもやっぱ難しいとこやな。俺はもう歩行者側の意見から言うと、うん、何してんだ原付って思っちゃう。俺はもう原付が邪魔だな。俺はね、クレーマー。いや、だ商店街じゃないのよ。いや、それはその昼は商店街だ。誰も悪くないけど、まあ、そういうことだから。でもそんな、うん、ペペの先ほど言うテンションで言うことではないと思う、うん、俺は。俺悔しくて、うん、俺めっちゃ、まあ、朝からもう。ごめんなさい。なんだろうな。朝からなんか嫌な気持ちになったな。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。トミさん、音大丈夫ですか？大丈夫です。だったらいいんだけど。10年やって初めてじゃん。ピリピリすんなよ、お前。1回あったら2回あるから。お、多いな。あ、夏休みか。そういえば家に子供がいたような気がするよ。それ確認しろよ。目的地ある方？はい、来た、はい。一瞬で終わっちゃうんでね、皆さん。アイコもダメです。勝ちだけで。最初はグー、じゃんけん、ほい。ファミリーで今日は夏休み来てくれました。ここでこうやって見ていただいてる。はい、見てます。福島県の須賀川市、ウルトラマンの町で。佐賀県の鹿島市の祐徳神社。祐徳稲荷。熊本県五木村のバンジージャンプで来ました。ペペさんがそういうとこみたいな。何ですか？いや、そんな知らない。そう決まってない。自分何言うてんの？自分何言うてんの？自分何言うてんの？いや、違う、そんなん違う。自分何言うてんの？寛容。自分おかしいんちゃう？チーム名何でしたっけ？チームケンチ。チームケンチ。今日は僕がもう網で外れ続けて10回目のチャレンジになりましたので。なるほど。今日は頑張りたいです、はい。ボートレース浜名湖、ボートレース甲子園っていう大きい大会やってて、あで、差し支えなければ僕あの予想しておくので、ちょっとでも張ってもらえれば。あ、なるほど。自信はあります。勝たせますんで。それ責任は取ってくれるの？それは無理。それは無理やん。後藤の福江サンゴさんっていうカフェがあって。サンゴさん、はい。D、なぜ D？ ゴリパラドンの D。ゴリパラドンの D。 それでは行きましょう、はい、運命のおじい天気の子。失礼しました。見てないか分かんないんですけど。入ります。アンミ福島県。ウルトラマン。ウルトラマン。というわけで、今回のゴリパラ見聞録は福島県ウルトラマンの街を訪ねる旅でございます。なんと今回仙台まで行くと。そして仙台から車で2時間かけてちょっと戻るという。2時間ってと思いますけど、まあゴリパラに関してはバカになってるもんね、距離に関しては。この間あの久留米に甲子園の福岡予選、青春欲しすぎて見るだけでいいんですけど、高校生が泣くとことか見たいなと思って見に行って、久留米も遠っと思いましたもんね。泣くとこ見たいなと思って行ったの？はい。わかります。やっぱその内容というよりはその青春を見たいっていうのは分かる。一生懸命やって、うん、もう泣くぐらいってもう大人になるとないじゃないですか。まあ俺が言うと説得力ないですけど。さあ、はい、ぶっ飛びカードで、はい、仙台に行きます。行ってきます。おお、でも快適や。涼しい。仙台空港から福島駅ですね、約1時間半ぐらいでしたね。今宮城よね。今宮城は野球強いの。東北高校。
仙台育英。ああ、大船渡っていうのはあれかね、岩手かね。今話題のピッチャー今日負けちゃったんだよね、決勝。負けた。え、負けた熊高に。いいよな、母校がなんかそういういいとこまで行くって。手島高校やったっけ。はい。何回ぐらい出場してんの甲子園を。いや、手島普通の。いやいや、知ってるやろお前。知らん。いや知ってんだとしたら意地悪だよ。知ってるんだとしたら意地悪。信じられないんだけど。いや、なんなんこいつマジで。本当に怒っていい。いや、本当良くないと思う、これさんで。まあいいけどさ、別に。そう言いながら同じ車乗ってっからな。そう、お前が死ぬほど踏ん張って頑張って市内振ったけど同じ車乗ってるからな。手芝高校仕掛けてきたのゴリさんでしょ。一発突っ込んで終わりだろうよそれは。なんすか、そう軽く手芝高校扱わないでください。なんすか。全国大会とか出たことない高校の皆さん、社会に出たらこういう人もいますから、その時はもう行ったことないんだよってこう一言言えばいいらしいです。手芝高校好きやわこの人。盛り上げようとしてるから悪く映してたね。仙台ってさ、やっぱり大友康平さんじゃん。今いすゞの歌やばくないですかね。めちゃくちゃいい歌よね。いい歌って言う。いい歌。走れ走れ、いすゞのトラック。足どころ。いすゞのトラックあったらもう歌うぐらいで。いすゞのトラック。いすゞですか。違うんじゃないですか。日野じゃないですか。来ましたよ。あ、いすゞ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 のトラック。いすゞ、いすゞ。編集しづらくなるのか。喋ってる最中にもトラック取ったら行くんでしょ。いすゞのトラック入りますよ。来るよ、トラック抜かれるから。いすゞかな、いすゞかな、いすゞかな、いすゞです。いすゞのトラック。いや、いすゞ多い。いすゞ高速道路の時もうほとんどトークできないですよね。来た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 、ゴリさん。いすゞのトラック。日野でした、すいません。日野でした。それは一番ダメなやつ。福島降りますね。もうホテル寄らずにダイレクトで帰るよ、富さん。パティ了解です。まあ、ビジネスの本読んでるんですよ。めっちゃ読んでましたね。飛行機でもめっちゃ読んでました。そしてパラブルさんが2人とも漫画読んでる。本もあればホレエモンさんとかのやつとかも見たりするんだけど、やっぱ仕事できる人って共通してるのなんだと思う。これは全員共通してるらしい。はい。ちっちゃい頃、はい。決断が早い。決断、それも大事やね。違うこともないけど、そのホリエモンさんが思う仕事ができる人のもう第一条件みたいなことが、うん、はい、自分を分かってる。ホリエモンさんの答えではないね。決断が早い。そう言った。振り向くわ。大丈夫です。あずすはあずで。お前らに話しない方がいいのかな。レスポンスが早いとか。しないでください。正解。なるほど。これ全員共通してる。芸能界でもうホリエモンさんが一番早い人っていうのがおるんよ。芸能界プロデュース系です。プロデュース系？はい。あ、分かった。はい、秋元康さん。正解。おお。一番早いんですって。えっていうぐらい早いんですって。でもレスポンス大事だなと思って。やっぱゴリさんはあの返事が遅かったらあのその立て続けに7連撃来るっていう。あれどうなったっつって、でどうなったっていう。だからまあボケとかも振りがあってすぐ答えた方が絶対クオリティじゃなくスピードって言いますもんね。だからもう、うん、思いつきませんってすぐ言おうかな。なるほど。いや、1回は使えると思うけど、それスピード重視しすぎじゃない？大事かもしれない。斉藤にちょっとお題出そうかな、はい、アイドルがこんな理由で引退してしまいました、その引退の理由とは。思いつきません。いやいやいや、カメラ触れ、カメラ触れ。それは違うだ。それは勇気満々やん。うん、ちょっとなんか今ドキドキしてるもんな。何がなんか知らんけどドキドキしてます。即答大喜利みたいなのもあるかもしれんな。ちょっと出してみて。これは人気出ないだろうというアイドルグループの名前。うちは。どういうこと。ペペにもゴリさん出してあげてください。あ、そうやね、はい、鳥だ、 UFO だ、いやサムだ。サムって何。サムって何。サムって何なの。あの、ごめんなさい、海物語の登場人物です。ごめんなさい、評判が傷つけ合ってる感じ。やばいやばいやばい、傷つけ合ってる。あ、これだ、止めます。隣やったぜ、ラッキー。隣今までで一番近いあの駐車場かもしれない。前もここ止めましたよ。あ、そう。福島の夜は前回もお邪魔したこちら。ディディー、
富野宝山ですが、前回行った時の号をキープしてくれてて、飲みかけです。初めてよね、これ。一回来たことある店で、福島に。おい、サムだ。やめて、恥ずかしい。サム事件とさせてもらうことに、ちょっと届け出してるから。それはもう俺ね、自首します。そうだね、自首した方がいいと。自首します。幾分か刑がね、はい、ああいいですね。ホタテでしょうね、真ん中は。ホタテやね。ゴリさんも、でもマグロでしょ。マグロです。マグロぐらいでしょ。マグロから行こうか。うまい。うまいな。タイですね。違いました。でもね、タイっぽいやつがいっぱいいるよ。ちょっとわかんない。わかんない。そうだね。美味しい。俺もちょっと確認して。うまい。うまい。タイですか。タイと思う。タイだな。俺なんか他局ですけど、500人にアンケート取ったらしく、福岡で一番食べ物が美味しそうに見えるタレントでダントツ1位だったらしいですよ。それ美味しかったよ。いや、意識して添えてる。意識してよそ行きの食レポになってる。すでに自分で守りに入るから。守りに入っちゃダメよ。自分のスタイルが分からなくなる。その豪快さがいいとかもあるんだから。左手は添えるだけ。いつもやらないやつや。すぐ怖くない。自分で追い込んじゃったからね、うん。お姉さん、これタイですか。全部全部タイですかね。ああ、違う。こちらがヒラメ。ヒラメ、はい。これはカンパチ。カンパチ。こちらがソイという魚。ソイ、はい。で、これはこちらスズキになって。全部違う。パティ。タイがないですね。タイがない状態だったっすね。ひどい話だ。今のはひどかったな。いや、びっくりしたね。気持ちよい。よいしょって言いながら。でもいつか聞き白身大会やりたいし、ね。面白いですね。目隠しして。で、最初じゃあ目つぶってみる、ちょっと。どうだろうね、これ分かった。すごいけどな、うん、これ難しいかもしれない、うん、あーしてもうそういうのやめろ。41やこれ。なんかねこれです。え、俺これ食べた。このまあ、丸ごとじゃないけど、うん、人参を人参食べた下の、うん、よし、じゃあペペ見えてる。バカか。見えてるわ。量も尋常じゃねえだろ。もう前さ、うちのルールで朝起きてリマちゃんが学校行く前に卵焼きを作るっていうルーティンだったんですよ。リマとリマちゃんが嫁が。へえ。やっぱゴリさんの奥さんもしっかりいいお母さんになってますよね。テレビでもめちゃくちゃうるさいよ。あんまりちょっとどうしようよ。嫁油油油油。でもやっぱね、やってる、いろいろみんな。いや、やってます。昨日その超有名な社長と飲んだんだけど、その人も毎朝5時に起きて子供の弁当作ってると。でも大したもんやなと思って。おじさん、そんなこと言っちゃダメですよ。やってない。みんな本当にダラダラしてるわ。めちゃくちゃしてる、みんなしてる、うん。もう早くちょっと子供大きくなってほしいわ。まあ中学生になったらなったでね。まあそっちがね、うまくできるかっていうのはあるよね、大きくなった時に。いや、もうペペカッコつけたりしたら、もうお前なんて絶対バレるから、やばいことになる。すぐすげえ舐められると思う。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うやん。絶対そうですよね。もう二言目で、二言目で分かってんのにめっちゃ足すやん。なんか親父でこう、なんちゅうんですかね、親父だってしっかりしてるっていうのを保ってる親父すごいよね、うん。俺も言いたいな、うちの嫁に。とんでもない組になるな。明日朝早いからお風呂先入っていいって言ったら、うん、1分で入って。消防士のお風呂。消防士が急になった時ね。まあでもマリちゃんって別にお礼だからとかじゃないなと思ったのが、うん、この間うちさまに出させてもらった時に、うん、マリちゃんも出たんですよ、うん、パラブの嫁クイズっていうのがあって、はいはい、で内村さんがもう答えに近いことを言ったんですよ、うん、もうこう正解でいいじゃないですか、はいはい、もうほとんど合ってるよ、うん、そしたらマリちゃんが違う。マリちゃん、うん、それはね、忖度しよう、忖度しよう、忖度しよう、でも違うもん、わかりましたっつって。もう震え上がりましたよな、私は。さすがやな、ちょっと違うもん、うん、とにかく面目です。あ、何これ、これ絶対うまい。あ、いや、熱いぞ、熱いぞ、熱いぞ。これ福島の塩ですよね。どういう手。そういう時あるよね、やっぱ職人の手。一言も声出さない。プロだな。すごい豪華だったね、いつの間に。なんか急にパーティーパーティー。これ行こうよ、この、これ出た。ちょっと意識してますね。まいうあれ。今ランキング46位で来た。165位の矢野くん。一枚で一気に食べてうまっ。
うまいよね。うまい。4050位で最高。今最下位です。今現時点で最下位。これもうちょっと引っ掛けしてもいい。そうだね、すいません。おうまいわ。いや、その言われました。やっぱ一番下手で、1票も入ってなかったらしいです。食レポと、あとあのゴリパラパチンコ CR、うん、ほとんど票入ってる。この間あの常松に聞いたんだけど、集める係だったんだ、シンポジウムで。常松が、いや僕集める係だったんですけど、ほとんどなかったっすよって言ってきたから、お前なんで今それ言うんだよ。チンチンにも親族のことバカにしてやったけど。一番最低なパターン。春だったから親族までバカにしてやりましたよ。うわ、いいかもね。うわ、分厚いな。来ましたね。まずなんで一口でいいか。お、うん。うん。いや、今もう、みんなが悪い。追い込まれた。もう追い込まれた。ここやっぱうまいな。うまいね。やっぱり。まあよくある。全員がなるんじゃないかなと思った。分からんと。どんぐらいしか分からん。いやもうかけりゃいいや。いや分からん。分からん。山分配ねえぞ今。めちゃくちゃ。だから何回も言ってんすよ。俺分からんからもうかけてって別に。いや俺別に食べないし。いやいや。美味しい状態がいいでしょ。いや別にもう好み。何でもいいや。もう。めっちゃ矢野くんっぽいね。矢野くんを表すのに最初に出てくるエピソードでしょうね。イカ納豆の醤油かけれないっていう気使って。いやいやいや、何やねん。取り返そうと思って、ランキング上げようと思って。いやもうだから前回も全く同じでした。そうなの。本当にイカ納豆出た出た出た。うわー、わさび全部いっちゃっていい。やばいよね、俺たち。そうやって人生が終わっていくんだろうな。いろいろ考えるわな。考えるわ。知識つけないとやべえなとか、ほんといつも思う。俺のことマジで物知らないだろうって阿部ちゃん本当に思ってると思うんですよ。いや、そんなことない、そんなことない。いやいや、これはもう俺も分かってるわね。分かってる。俺も分かってる。さっきのほら飛行機でこう、うん、ゴリさんが本読んで、やっぱゴリさんやっぱ詳しいんですよ、うん、詳しいというか知識が、大人としての教養が。で後ろの席でパラシュート2人ともね、漫画読んでたでしょ、うん、まずいと思うんだ、うん、やむちゃん本当に、うん、運じゃなくてよ。でもゴリさんとか、ゴリさんはあるんじゃないですか。あるある。いやいや、俺は、いや超ある。俺からしたらもう天竺、うん、天竺レベル、天竺ゴリ。うまく喋れない俺は。思いはある。腹持ち腐れだ。いや今度ほら島根のイベント行くやんか、うん、で島根のイベントでその庄屋たちのサイドから求められてることが、個人パート各々やってほしいことっていう案があって、うん、でサイト、うん、10名逆名とか、うん、お前はもうペペロンチーノなんとかとずらーってなってて、うん、俺のところだけ白紙だったのよ。白紙、うん、よくよく考えたらないんですよ俺。いわゆるペペロンチーノ、あのゴリパラの順名逆。この間もちょっと揉めたけど、うん、ペペにとかもいろいろ教えたりなんかあげたりして、まあ、自分がないんですよね。そう、ないのよ。ちょっと一発くれんかな。でまあ今日できたけどね、イスズのトラックは。いや、それはでもそれはちょっとあのほらステージ用には難しいの。でもやっぱゴリさんはやっぱゴリラっていうのに一回立ち返った方がいいと思う。ゴリラ残した方がいいってことは分かりやすいし、うん、ちょっとワード帳見ていいですか。ちょっとワード帳突っ切ったやつが、あー誰かが後ろで糸引いてやがるな。どこで言うのそれ。誰かがこれ糸引いてやがるな。ちょっと違う。これは恥をかかせてくれたな。イベントとかでやりたいのよ。人を呪わば穴二つは。いやだからそれはお前のはさ面白いけど違うのよ。求めてんのと違うのよ。ごっつぁんですみたいなね。あ、そう、それはごっつぁんです。ごっつぁんです。どうしたらいいの。ごっつぁんですってちょっとやって。ちょっと空見ろ、空見ろ、空見ろ、OB になった時って言うの。空見ろ、やろちゃん、空見よ、斉藤、空見よ。俺泣きそう、俺泣きそうだったけど。ダメだよ今の。ゴリさんも受け入れないと。ああ、そうですね、うん、却下。俺マジ泣きそうだったけど。
れは。キャッキャ矢野さんとかやっぱ受け入れてやったから、うん、今も自分のものみたいになってるから、うんうんうん、ゴリ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 とは別で。いや、それはもうゴリ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 も台本載ってないんですもん。だから認めてないんですよ、ゴリゴリゴリ受けは。ゴリ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 はもう自信持っていきましたよ。それこそ台本載っていってる。何年やってる。何年やってる。恥を欠かせてくれたな。使いやすいやつがいい。いや、だから勢いがあるやつよ。でペペロンチーノみたいなって言ってるやん、さっきから。怒らないでよ。あ、いいの、ゴリップクでいこう。ゴリップクじゃん。ゴリップク。おい、どうすんの。キャッコ。ごめんなさい、空見よ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 、ペペちゃん、空見よ。ゴリさん、ダメだって。4パターンした時。何ですか。結局、こういうことか。違う違う違う、そういうことじゃないよ。まあでも、ゴリップク。ゴリップク気に入ってる。じゃあ、ゴリさんがゴリップクやるとどんな感じなんですか。どんな感じなの。きっと。プン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 、ダブレダブレ、ゴリップク。最後も笑顔なんですよ。ちょ、怒んないと思った。いや、ちょっとやってよ。やってよ。フリ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 ボーフリ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 ちゃんとロケできるかどういう内容が入ってこない。やばいよ。次回ゴリパラ見聞録高速スルー見逃すな。